こんにちは、荒獅子男之助です。今日は10代目柳家小三治師匠でガマの油です。いやー、これも初めて聞きます。ガマの油、ガマの油、ガマの油、ちょっとイントネーションがまたちょっとイントネーション病になってきてます。実際に見たことはないですけど、元祖実演販売っていうかね、すごく見事な工場を聞くとつい嘘だと分かってても買いたくなっちゃう、もしくは見物料の代わりにっていうことなのかな。それを小三治師匠の名調子でっていうか小三治節でやるとどんな風になるんでしょうね。ちょっと楽しみです。それじゃあまた後で。いっぱいのお運びでございまして、ご覧の通り私ぐらい、偉い真打ちになりますと湯飲み茶碗も自分で持ってくる見せ物というのが随分と昔と今とでは変わってまいりました。江戸の方では両国の恵光院とか、あるいはまた、浅草の観音様のすぐ後ろ奥山なんという、こういうところにはいろいろ見せ物がのべつに出ていたそうです。お化け屋敷なんというようなのは、これはもうお金がかかってますからね、元手がかかってるんで、それぞれ、バカバカしいとは思いながら見応えはあるんでしょうが、まるで元手も銭も何にもかけない、看板すらも表へ出さないなんというような見せ物がその頃はあったそうでございますよ。こういうのはただ表で呼び込んでるだけです。さあさあ大猿小猿ですよ、さあ大猿小猿だ、大猿小猿だってさ、入ってみようかなんてんで、木戸線を払って中へ入るってえと、別にどうってことないんですよ。大きなザルと小さなザルがボボン放り出す。確かに大猿小猿なんですね。これは生きてるってことは誰も言ってないんですから、騙されたなと思ってまた表へ出るってえと、また次のところで呼んでます。さあさあベナですよ、ベナですよ、さあ珍しいベナだ、今が見時だよ、ベナだよ。ベナだってさ、なんだろうね、ベナってな、けだものかね。けだものじゃないよ、ベナってんだから魚だろうね。船とベラの合いの子でね、ベナってんだよ。面白いから中に入ってみよう。大して高え銭じゃねえからなんてんで、これも木戸線を払って中へ入るってえと、どうってことなかったんですね。大きな鉄の鍋を逆さまに伏せたで、伏せた鍋のケツをね、細い竹の棒で時々叩きながら、変な男が一人そばに立ってましてね、ベナベナ、これ喧嘩にならないでしょ、これしょうがねえやね、江戸っ子ですからね、悔しいってことは言いたくないからね、仕方がねえから粋だねえなんてなことを言いながらね、こんなものは粋でも何でもありゃしませんよ。その頃はガマの油売りというのが出ておりました。近頃では時代劇やなんかでそれとなく見るだけでございますが、これはもう大概なりは決まっておりますよ。鉢巻きをいたしましてね、たすき十字にあやなして、粗末な木綿の紋付きを着て、袴をこう短く たくし上げてね、左手の方の台の上には刀が一本乗ってまして、夏目が一つ、お茶のね、お抹茶の粉なんか入れます、夏目が一つ、それから半紙が一畳、前の台の上にはハマグリがこう山のようになってまして、中にこのまま公約を詰めて売ろうという勘定でございましょう。それで干からびたガマが一匹ね、多い人で5、6匹、ない人は瀬戸物だけなんというような具合に、やっておりました。まあ、あれ工場が厄介なもんですからね、だん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 やる人がいなくなっちゃったのかもしれんが、さあさあご用途お急ぎでない方はゆっくりと見ておいで、遠目山越し傘のうち物の藍色と利方がわからん、山寺の金はこうこうとなるといえども、同時一人来たりで金に種目を当てざれば、金が鳴るやら種目が鳴るやら、とんとその音色がわからんが道理だがお立ち合い、
手前取り出したるこの夏目の中には一寸八分からこ千枚の人形、飲んどうには八枚の歯車を仕掛け、背中には十二枚の小旗を仕掛け、この夏目を大道に据え置くときは天の光と地の湿りを受け、陰陽合体したるとき夏目の蓋をパッと取る、つかつか進むは虎の小走り、虎走り後へ戻るは雀の駒取り、駒返し孔雀霊長の舞と、全部で人形の芸当が十と二通りある。だがお立ち会い、氷線投げ線はお断りをするよ。手前大道においてかような商いをするとはいえど、人様から氷線投げ線は力は一体何をもって商いとするやというに、手前年代家業とするは色戦争は四六の釜の油だを立ち会い、こういう釜ならばうちの縁の下や流しのもとにもいるといった個人があったが、そういうのはいわゆるお玉がいる式がいるといって役力効能の足しにはならん。手前取り出したるは色戦争は四六の釜だ、四六五六はどこでわかる、前足の指が四本、後足の指が六本、これを唱えて四六の釜だ。この釜の取れるのはこよりはるか北にあたる筑波山のふもとにおいて御箱という梅雨草を食らう、この釜の取れるのが五月に八月に十月、これを唱えて五八層が四六の釜だ。この釜の油を取るには四方に鏡を巡らし、下に金網を敷き、そこへ釜を追い込む。釜は周りに映った己の姿に己と驚き、たーりたらーりと油汗を流す。これを下の金網にて拭き取り、柳の小枝でもって三七二十一日の間、とろーりとろーりと煮込んだのがこの油だ。赤いは新車野州の油、テレメン定価や満定価、そういう油を練り合わせましてこしらえ上げましたのが、色戦争は四六の釜の油だを立ち合い。この釜の油の効能はというと、出地五字横根岩傘、その他種物腫れ物何でも一切に効きますよ。大の男が畳に苦しがって暴れるというのが、あの虫歯だ、こんな虫歯なんてものはわけない。紙に練ってうろへ詰めてぐっと噛んでおくと、そのうち噛んだ人のよだれがたらーりたらーりっと出たからとうってと、いつの間にか痛みが去って虫歯がケロケロっと治っちまうと言ったよ。いや、ちょっと待ってください。待ってくださいよ。それはね、一体この釜の油いくらで売ってくれるんだと言いたいんだろうが、ちょっと待ってくださいよ。まだ他にもまだ効能がある。刃物の切れ味を止めて切り傷を治す。お立ち合い。手前取り出したるは、鈍刀取るはいえども、抜け旗が散る氷の刃。お立ち合い。元が切れて先が切れない、中ほどが切れないなどという生蔵ではない。お立ち合い。お目の前にて白紙一枚切ってご覧に入れよう。一枚の紙が、ご覧なさい、二枚になりましたよ。二枚の紙が四枚になります。四枚が八枚。八枚が十と六枚になります。十と六枚が、32枚になり、32枚が64枚になります。64枚が一足と28枚でお立ち合い。春は嵐山落下の形、修羅の墓説は雪降りの形だ。かほどに切れる技物でも、差し裏差し表に釜の油をひとつけするときは刃物の切れ味がピタリッと止まる。お立ち合い。白紙一枚容易に切れなくなります。ほら、切れません、切れませんね。手前の顔にて試してご覧に入れたい。叩いて切れません、引いても切れない。先ほどの御人がね、お前の面は千枚張りだから、いくらしっぱたいたってしっこ抜いたって切れるはずがないと、こういうひどいことを言った人がある。じゃあ手前の腕にて試してご覧に入れたい。腕をご覧なさい。叩いて切れません、叩いて切れない、引いても切れない、押しても切れませんよ。お立ち合い。この釜の油を一吹きするときはというと、鉄の板も真っ二つ。ご覧なさい。ちょっと触っただけで、ほら、もうこんなに切れてきました。驚くことはありません。釜の油を一つけすれば、痛みは去って血がピタリッと止まる。なんとお立ち合い。いつもは一回で百文だが、今日は広めのため小貝を添えて二回で百文だ。百や二百はすぐに使っちまうが、これがうちにあったらどのぐらい助かるかわからない。はいはいはい、わかりました。はい、ただいま。じゃあ、こちらの方から。はいはいはい、ありがとう。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 ってんで、面白いようにそのからなかったですから、パラパラ、パラパラ売れたもんで。やっこさん、今日はバカに儲かっちゃったなってんでね。
もう商売このぐらいで切り上げてそこらで一杯やろうかしらなんて、近くの居酒屋かなんかに入り込んで一杯やろうってんですが、ところがね、酒飲みってのはよく一杯やろうかなんて言いますが、本当に一杯で済むわけはないんです。ましてやガマの油売りですから、一杯が二杯、二杯が四杯、四杯が八杯ってんでやろう表へ出てきた時へべれげになっちゃってね、なんだよまだちょいと日が高えなおい、まだ商売できるじゃんよ、やろうかなもう少しな、本当だよ、儲けをほっとくてはねえや、もう一儲けしよう。さっきのところへやってまいりましたが、さあ酔っ払った商売ってのは何事につかずうまくいくわけなもんじゃございませんでね、さあさあお立ち合いお立ち合い、ご用途お急ぎの方はゆっくりと見ておいで、富山越笠のうち物の合いよと味方の方が山ブーしょうがないこれ、安い油使った天ぷらダメこれ、安い天ぷら胸ゲポゲポくんねこれ、これダメこの天ぷらは、山寺の金なんかどうでもいいやこれ、もうこうなったら手前取り出してあるわい、四六の我慢、四六の我慢、四六五六はどこでわかる、前足の一品が三本後足の一品が八本おいしっかりしろよおい、八本あったらタコじゃねえかそら、ああそうだ八本あれはタコだよ、本当だよ、手前取り出したらうわ四六のタコ誰だタコっつったのは、タコじゃねえのこれガマだよガマね、このガマの取れるのはここよりはるか東、東じゃない南かな南には高尾山のふもとにあるか、何を言ってんだよ、いつもと言うことは違うぞ、いつもなんだろう方角は北で山は筑波山じゃねえのか、そうかもしれない、そうかもしれないがね、こんなもの探しゃどこにでもいいよこんなものこのガマの油を取るには周りに金網を巡らし下に鏡を敷く、ガマ周りの金網に己の姿は映らない、映らないけれどもだね、たらりたらりと油汗を流す、これを下の鏡で透き取り、三四二十一日の間柳を食えるね、とろりとろりね、いつもは二回で百文だ、今日は白目のため一回で百文、なんだよお前じゃあ高えじゃねえかよお前、いいじゃねえか高くたって俺が売ってんだからうるせえやんて、他にもまだこの薬力効能がありますよ、刃物の切れ味を止めて切り切そうなおたち抜けばったまっちるこの刃、ほらすごい、ほらすごいぞ、ほら見てみろ、ピカピカ光ってるほら、ほら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 やるかこの野郎、本当だ、1枚の紙が2枚になる、俺2枚になっちゃった2枚の紙が4枚、4枚が8枚、8枚が9枚10枚11枚なんだよ
数が違う。いいのこんなもん違ったってんだもん。とにかく切れば切るほど増える。春は嵐山らっかのか、修羅の菩薩は、ほら、あれ？あ、固まって落っこっちゃった。ほら、ね、雪降りの形だ。顔どに切れる技者でも、差し裏差し表にガマの油を一つけすれば、切れ味がピタリとなる。お立ち合い。ね、ほら、ほら、白紙一枚切れなくなっちゃった。切れない。これ切れないよって。え、見てほら、切れないでしょ。ね、うん。ね、切れない。ね、顔。顔で試す。ほら、綺麗。ね、綺麗。腕で試してごらんに、えらたい叩いて、綺麗ほら、綺麗。あはは、綺麗ないね。引いても、綺麗引いたら、切れたよ、おたちゃん。しかし、こんなものを驚くことはない。ガマの油を一つけて、すれば、痛みがだって血がピタリって。あ、止まらねえよこれ。まあ、こういう時はね、もう一つけしてください。二つけすればどんな傷でも痛みが去って血がピタリ。これ来ちゃったかなこれ。こういう時はめちゃめちゃつけますよ。めちゃめちゃつけてね、血の出口を薬で塗り固める。止まらない。なんだよおい、泣いてやる。しっかりしろ。どうした。なんとお立ち合い、血止めはないかい。小三治師匠でガマの油でした。いやー、見事な口上で惚れ惚れしちゃったのにね。お酒飲んでやっちゃいけませんね。でもきっと気分良かったんだろうね。最初すんごい売れたからね。よし、もう一稼ぎってやっぱ思っちゃうんだろうな。だってなんか聞いてる方もね、実際にガマの油売りって見てみたいなーなんて思いますもんね。あー、でも私筑波大の友達にね、あれ一度見てみたいんだけどって言ったことがあるんですよ。もう何十年も前のことですけどね。そしたら、いやー、あんなの私も見たことないよって一言で返されちゃいました。でもなんか茨城県の伝統文化になってるとかって聞いたことあるんですけどね。まあなんでしょう、現代風にやったら社長安い安いみたいな感じになっちゃうの。バカにしてるかな。怒られちゃうね。ごめんなさい。それじゃあまた次回お楽しみに。